そうですね、やっぱり複雑でしたね。その特に XJAPAN の、ラストライブの、編集のことですよね。やはり音を最初に聞いた時は、っていうか最初に、まあ、その始めた時に映像を見なきゃいけなかったんで、そこはやっぱりかなり、重かったっていうか、まあこの前はその CD として音源だけなんですけど、おやり終えた瞬間になんか、そうですね、一つ吹っ切れたって言っちゃ変かもしれないですけど、なんかずっと心になんか溜まってたものが少し解放されたというか、過去ってやっぱり過去じゃないですか。それってなんていうのかな、別にまあもちろん忘れたい過去もあるだろうし、思い出したい過去もあるだろうしっていろんな過去あると思うんですけど、やっぱり全部ひっくるめてそれは過去なんですね。でやっぱり今まで自分がやってきたことっていうのは、もちろんその失敗もとかそういうこともいろいろあったと思うんですけど、基本的にはなんか、誇りに思ってるし、まあいろんな辛いこともいっぱいありましたけど、それを別に、封印していく必要はないんじゃないかっていうか、やっぱり未来に向かうために過去は必要なもんなのかな。もう8年ぐらいに遡るんですけど、ちょっと危ないぐらいの先だったノイズとか、すごく美しいメロディーとかっていうのを混合させて曲を作りたいっていうか、そういうイメージが湧いちゃって、じゃあ少しずつ音にしていってみようっていうのが、始まりですね。最初はその打ち込みにはまったのかな。とりあえずもうノイズというノイズですか、音という音をマイクで集めてましたね。で今度それを加工して、長くしてみたり短くしてみたりっていう、そのタイムエクスパンションっていうんですけど、要するに音を加工したりピッチ落とすことによってまた違った音になったり、それにまた今度はエフェクトですね、デストーションをかけてみたり、フランジャーとか EQ、リバーブ、いろんなものをかけてみたりして、どんどん音を作っていったっていう、音をどんどん作ってたっていう形ですかね。それが今度じゃあそれをリズムにしてみようっていうので、今度それはまあ今ループって言いますけど、そのいろんなノイズを重ねてリズムにしていったっていう、片一方ではノイズを作ってて片一方ではメロディーを作ってたっていう、だんだんそれを一つのものにしていって、でその時に気づいたのはやっぱりすごいなんかすごい世界が表現できたんですけど、これってなかなか音楽としてなんか定義するのになかなか難しいな、ジャンルの問題になっちゃうのかもしれないんですけど、一体 何なんだろうみたいになってた時に、やっぱり自分の中にあるそのロックみたいなところが少し出てきて、今度それロックまたパンクとかそのみたいなものをさらに取り入れて重ねていったっていう感じで今の形になってきてるんじゃないかな。
の長さにしても基本的には長い曲ばっかりで10分ぐらいあったりって、で今のそのまあメディアとかそういう、まあ、テレビラジオとかありますよね。その中でこれまあフルにかけられる場はまずないだろうとかっていう、じゃあこのメディアに対してどうしていこうかっていう、昔はもともとラジオとかそっちからだんだん映像も入ってきたっていう、で今新しくそのまあ今っていうかもう何年もあるんですけど、インターネットが導入されてきて、うん、ある種また一つの革命だと思ってるんですよね。じゃあそのメディアにどう対応していくのかとか、いろんなことを考えてたら、もう少しなんていうんですかね、マルチプロジェクトにしようと。もちろん音楽がメインっていうのは当然なんですけど、映像とかファッション性とかそういうものを取り入れていこうっていう発想が浮かんできて、でそういうことを考えてたらどん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 イメージが膨らんじゃって、で頭の中では分かってるんだけど人にもう説明できないようになってきちゃって、これはもうやるしかないっていうか、実際に形にしてみせるしかないっていうのが今現代の自分の結論で、まあそれを全部まとめるとやっぱり音楽がメインの、あらゆるメディアがクロスオーバーした美と狂気を表したプロジェクトです。6年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、ロンドンで、ロンドンフィルハーモニックオーケストラと、一回そのクラシックアルバムを作った時に、そこのジョージ・マーティンっていうビートルズのプロデューサーの方ですね、がファッションショーに一緒に行こうって言われて、まあ、随分長いファッションショーで、4時間ぐらいあったのかな、まあディナーを食べながらみたいな、ファッションショーだったんですけど、まあアメリカでもよくそのねファッションショーやりながらバンド演奏したりするのってたまにあるんですけど、もっと親密な関係にしちゃったらどうかなとかって思ってて、そうですね、だったら、うん、そのコンサートとファッションショー一緒にしちゃおうみたいな、だったらそれ自体バルティー系っていうブランドにしちゃったらどうかなみたいな、またどんどん頭の中でそれが進んでっちゃって、でまあこれは本当最近なんですけど、この前ロンドンにまた行ってきまして、ロイヤルカレッジオブアカデミーっていうファッション界の名門校みたいなのがありまして、そこの卒業生のファッションショーを見てきました。7人ぐらいのデザイナーがいまして、みんなそれなりに個性を持ってて素晴らしくて、まあそれとは別にインタビューして一緒にコラボレーションしようみたいな話に今なってて、今だからコンタクト取りながらバレット UK のファッションの方のラインのそれを今そこを現実に向けて進めてるところですね。それはお感を刺激するとかってよく X も言ってたんですけど、それが実際的に具体化してきちゃったのが多分バルティー系かなっていう、これはですね、今っていうかもうずいぶん前からやってるんですけど、香水ですね、これはレディースか、こっちが、まだ試作段、実験段階のやつで、香水ができてきました、できてきてます。まあ香りの方は、前のラルムって出したんですけど、その時よりももうちょっと大人っぽいというか、音楽を聴くときって
聞く時の環境がいろいろ左右するだろうと、別に科学者じゃないんですけど、いろんなことを考え始めまして、コンサートやるときに、まあきっとそれで大きい会場じゃないんじゃないかな、ないんだろうけど、じゃサンプル版を配って会場をこのバラエティー系の、香りで、いっぱいにしてみたいなとか、まあそういう発想からですね。まあ前に構成した時とは多分ちょっと今コンセプトが違うんでしょうけど、もっと音楽と近い意味での同じようにバラエティー系として今のこの香水がまずあります。はい、バイオティー系っていうのはロックバンドじゃないので、その決まったベースとかギターとかドラムとかっていうんじゃなくて、その曲に応じて全然違うんで、同じようにそのボーカルも曲によって変わってるんですね。もう曲が本当にメインで、その曲に合うボーカリストがを探していたっていう感じで、僕の場合レーベルもやってます。レーベルレコード会社ですかね。そういう中でいろんな新人ファックスの人がいたり、まあアメリカにも全米に今散らばってるんですけど、そのソロシンガーとして、見つけてくる場合とか、またはそのバンドのボーカル人だったりとかっていうのが、いろいろ、まあ、ものすごいんですよ。その レコード会社の方は本当に1ヶ月に100本までいかないですけど、まあ70本テープが来たりっていう、いろんなアーティストの、その新人のアーティストのテープを聴いてるんですけど、その中で「うわこのボーカリストいい」っていう、何かこの声ぜひ何か自分の曲に合うとか、そういう時にとりあえずその本人に会ってみて、で気が合えばっていう感じで。まあ、実際に曲によっては、同じ曲を何人か違う人に歌ってもらって誰が一番合うだろうとかっていう、そういう感じでやってたりしてますけど、100% 僕がディレクションしてるんで、本人のスタイルとは違っちゃう場合もあるっていうか、普段はこういう歌い方するんだけどっていうのを、こういう風に歌ってみてくれ、歌ってみてくれっても本当に細かくディレクションしちゃうんで、たまに泣いちゃう人がいますね。はい、別に泣かせようと思ったわけじゃないんですけど、その時に困りますね、どうしようと思う。はい、今現在レコーディングの段階では、基本的にはほとんど僕が全部弾いてます。ギターもベースもドラムも、あ、歌は歌ってないんですけどそれ以外は全部やってます。今まさに今書いてる曲に関しては、ライブっぽいドラムを入れようと思ってまして、それはかなり激しいドラムっていうか、 X を彷彿させるようなドラムが入ってくるのかな。そうですね、その X 解散のあの辺からいろんなことがありまして、ちょっと自信をなくしてた時期があったんですけど、今はすごい自信があります。その音が受けられるか受けられないかっていうこととは関係なしにっていうか、すごい自信があります。そうですね、なんか
一歩先の木です。別に新しければいいってもんじゃないんですけど、深い音を作ってるっていう自信があって、うん、自分でもレコーディングしてて珍しいんですけど感動したりします。一応年内にアルバムを完成して、来年の春に2002年の春にアルバムを出したいという感じで進んでます。今そのデッドラインを踏まえた上で、時間の許す限りやってます。どんどん先に進みたいと思いますけど、はい。